セルヒオ・ポスティゴ・レドンドは、スペイン・マドリード州マドリード出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・レバンテ・ユーリー所属。ポジションはディフェンダー。2007から08シーズンに CD ・レガネスで、プロデビュー。2010年7月に CA を指すなに移籍し、B チームで2シーズンプレー。ヘタフェ CF を経て、2013年に、レガネスに復帰。2015年7月20日。 セリエ B のスペツヤカルチョと契約。2015から16シーズンは31試合に出場。2016年7月16日、レバンテユリート2年契約を締結。2016から17シーズン、レバンテは西軍ダディビシオンで優勝。 さらにラリーガ復帰を決めた2017年4月29日のレアルオビエド戦ではポスティゴのゴールで1から0で勝利しリーガ復帰が決定した初のトップリーグとなった2017から18シーズンは14位で終えリーガ残留2018年10月20日のレアルマドリード戦ではホセルイスモラレスの先制ゴールをアシストする活躍で敵地サンティアゴベルナベウでの2から1の勝利に 貢献した。ありがとうございます。